こちらはですね、アウトドア関連のブースになります。ログサウナっていうのがあってですね、これ木造りなんですよ。ね、かなりでかいでしょ。エスキモーがなんか、ね、住むようなあの家になってますけど、ちょっと中に入ってみましょうか。これサウナらしいです。サウナ。エスキモーが使用するイグローっていうかね、そういったあの鎌倉みたいななんか作りになってますよ。こっちが熱源ですね。でここで多分、あ、これ本当に火を焚くのかな。一応薪が入ってますけど、本当に火を焚くみたいですね。手袋がありますので、あそこで薪を焚いて、スコーカーというかあの石がありますよね。石を焼いて、で煙突は外にあるってやつですね。これはキャンピングカーの車で引っ張っていくですね、サウナになります。このキャンピングカー牽引していきますけど、この車自体がサウナなんですよ。でこちらがジョイント部分になりますね、車の牽引するですね。でちゃんと車輻灯もついておりまして、でタイヤがあるでしょ。で丸々1台これをですね、車で牽引していくっていう形になりますね。ちゃんと煙突がついてます。普通のキャンピングカーの住居スペースかなと思ったら違うんですよ。これサウナなんですよ。でこれね、面白いでしょ。こっちにかっこいいロゴがありましたけど、モバイルサウナキャラバンって書いてます ね。中は、ね、煙突があって、中サウナなんですよね。そのまま、こんな感じ、こんな感じ、まあ、中に、燃焼と薪があるでしょ。これここで薪燃やすんですよ。ちょっと暗いかな、ね、もちろんあの日本ではですね、これは、車検が必要で、後ろにナンバープレートが必要ですよね。でもよく作っております、こんな風にね、タイヤから中は、ね、煙突がありますから、燃焼室があって、 でっかい煙突があります、ね、なかなかサウナ好きの方はですね、キャンピングカーでサウナを引っ張っていって、それでお風呂に入ると。でもここではね、寝泊まりは熱が冷めないと暑くて寝れないですよね。そんな感じです。こちらはね、先ほどなんかフィンランド式みたいなサウナがありました。これメトスっていう会社らしいですよね。こちらは木造りの椅子が展示してあります。なかなかいいデザインです。前僕見たことあったんですけど、これテントサウナ、登録商標って書いてますよ。普通のテントに、あそこに、煙突があるでしょ。中でですね、火を燃やして、で テントの中でサウナを、ね、防炎加工してありまして、燃えないように天井になっております。で煙突があってという形ですね。でこれ聞いたらですね、そんなに暑くはならないらしいです。やっぱもちろん熱も逃げますし、60数度ぐらいじゃないでしょうか、上がって。ちょうどいいですよみたいなことは言ってましたけどね。ただもうどうしても、アウトドアに行ってサウナがしたいっていう人は、こういうのもいいんじゃないですか。でも結構ね、これ結構お高かったですよ。値段はかなりな額がしたと思います。テントサウナ、ここも先ほどと同じくメトスっていう会社ですね。これは薪火って言って、あの薪でご飯を炊いたりいろいろしてみようっていう会社ですね。薪をたくさん売っておりまして、こういった風に、薪で炊事をしたりご飯を炊いたりしようということで、いろんな器具が売っております。ピザも焼けるピザ窯なんかもですね、展示してます。もちろん木を切るためにはあのでっかい斧も必要ですよね。カナダの木こりみたいになんか、ね、すごい、もちろん日本ではないようなやつですよ。輸入でしょうけど、
感じになりますね。あ、これは鉄で曲げて作ってるのかな、ね、鉄を加工して作ってますね。あ、うまく煙突効果が出るように作っておりますね。あとはこういったね、ストーブで、薪ストーブでありますとか、そういうのが展示しています。外国のメーカーですね。あとこれは薪、これも薪でですね、レンジ、ね、こういうふうに調理するレンジですね。これ薪です。ガスとかではないですね。でこういうふうに昔はこれだったんですよね、みんなね。こういうふうにして薪でご飯とかを炊いてみようっていう提案をしているところです。かまど、昔はね、旅館とかなんとかかまどみんなこんな感じだったんですよね。でもご飯は美味しかったですよ、本当に。なんででしょうね、本当にうまいですよ、あのかまどで炊くご飯。はい、こちらも外国製の薪ストーブですね。こうやってここから先が煙突がずっと行っちゃうんですよ、これ、ね、このメーカーなんですけど、ね、なかなかね、綺麗な薪ストーブです。こちらがピザ窯になりますね。こちらが焚き口でペレットとかですね、こういった小さい木を入れて熱源にしてですね、でこれが窯ですから、これかあの鋳鉄みたいな感じですね、かなり。それで、まあ、ちゃんと石窯になっておりまして、こんな感じでね、焼けるようになっております。ね、携帯ピザ窯、そうか、携帯か。そうね、これでもアウトドアが好きな人はね、やっぱり外に行ってこういったピザ窯みたいなので調理して食べたいっていうのがありますでしょうから、ね、楽しいですよね、薪で調理すると。ここはピカリゾートっていうブースです。ここもね、アウトドアみたいな木作りのそういったものを扱ってるとこです。これもね、展示施設でいろんなところでこれ出してるみたいですよ。これ全部木で作ってるんですよ。ドーム型になってるでしょ。これも全部ボルトで組み上げてですね、この形にしてるみたいです。なんかね、遊園地なんかに置いとくと子供が喜ぶっていう風にね、言っておりました。これ木で作っております。これはティピーですね。あのインディアンの人たちがあのこれをね、テントやりますよね。それに似せた、ティピーに似せたこのテントになりますね。でこういった感じで、ね、三角錐になっておりまして、中は結構広いです。こういったあのテント結構もうね、7、8人はね入れるんじゃないかっていうぐらいの大きいテントです。ティピーですね。あとこちらは、ね、アウトドアのグリルですね。これはガスになりますね。こういったこれアメリカの人とかね、こんなのをよく使いますよ ね、 ね、これも輸入品だと思います。こういった感じで ね、バーベキューでね、向こうはアメリカとかこれステーキを熱いまま焼くんですよね、グリルで。こんな風にねステーキ焼いたら美味しいでしょうね。ほらこんな感じですよ。これサンプル品ですけどね、もちろん本物に見えますけどね、牡蠣とかね。これがガスコンロで、なんか美味しそうです。やっぱアウトドアでね、家の庭先とかでこんなやったら美味しいでしょうね。はい、ということで2017年の東京ビッグサイトサービス産業展の動画を見ていただきました。で今回でこれが最終になります。またあの今年もですね、ビッグサイトのサービス産業展に行って取材してまいりますので、またよろしかったら見てください。そして、チャンネル登録もですね、ぜひともよろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。ありがとうございました。